はいこんにちはレトスのおです8月22日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます人に勝つより自分に勝て卓見試験では上位15%に入らないといけないので他人に勝つ必要がありますしかし多くの方が1人で勉強しているはずです他の受験生について いつ、どのように、どれくらい勉強しているのか、知らないと思います。私も受験生の時は知らなかったです。周りの方がどれくらい勉強しているのか、どのような勉強法を使っているのか、いつ勉強しているのか、そういったものは全く知りませんでした。なので、他人に勝とうとするという目標はナンセンスなんですね。結局のところ、自分に勝てば合格できるんです。ほとんどの方が自分に勝ててないから落ちてしまうんですね。もう2ヶ月しかない。もう無理だろう。 勉強しても実力なんか上がらないでしょ忙しいから勉強できない。勉強しようと思うけれども、勉強できない。このように自分に勝ててない人が8割以上います。だからこそ自分に勝てることができれば、合格はぐんと近づきます。諦めずに今日も目標を決めて、今日の目標を達成していきましょう。それでは本日の3問に入ります。では、3問に入ります。A の B に対する貸金債務について、 金世の受領の委任状などの債権者である証書を持った C が債務の弁済を請求してきた。しかし C は真の債権者ではなかった。そのことにつき、善意無過失の A は C に全額弁済してしまった場合、A は B に対する貸金債務の弁済を免れる。丸か罰かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この下の動画の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。 弁済は本来の債権者である B さんにしなければその弁済って無効なんですね。しかし、本当の債権者 B じゃなかったとしてもそのような外観を備えたもの C を信じてしまってえ善意無過失でそのものに弁済してしまった場合その弁済は有効となるんですね。よって丸になるということになります。 でこの問題はちょっと理解する必要があるんですね。問題文も理解しないといけないし、解説も理解しないといけないということなので、ちょっと解説長くなりますので、この点については個別指導の受講者さんのみ解説させていただきます。個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガから、動画ですね、別途動画がございますので、そちらをご覧いただければと思います。その動画で理解すべき内容を解説しております。で、問いにです。 A が宅地建物取引業を営もうとする場合において A が信託会社であるときは免許を受ける必要があるが A が信託業務を経営する銀行であるときは免許を受ける必要はない、丸か罰かという問題です。答えは罰ですね。前半部分ですね。A が信託会社であるときは免許を受ける必要がある。これが誤りです。 信託会社であったとしても、信託業務を経営する銀行であったとしても、どっちも免許を受ける必要はありません。これらの会社とか銀行、まあ、金融機関ですよね。っていうのは、国土交通大臣に届け出をすれば、国土交通大臣免許を受けたものとみなされるんですね。だから免許を受ける必要はないということです。届け出だけでいいんですよ、ということです。イメージとしては、まる信託銀行というような名称を使っている金融機関、多いですね。通常の銀行ではないんですよ。 ちょっと郊外に行っちゃうと、この信託銀行ってないんですけれども、大きな駅前とかにはですね、信託銀行あったりしますので、近くに行ったときは、ぜ、ま、ひ、あ、確認していただければと思います。で、免許が不要なもの、これは誰でしょうか。国とか地方公共団体、独立行政法人都市再生機構とか、住宅供給公社とか、あと信託銀行、信託業務を経営する銀行。まあ、これは3種類はもうまとめて覚えた方がいいです。 まあこれも効率的な勉強法の一つなんですよね。もうまとめて覚える。まあ今回の問題は3番の内容なんですけども、これだけ覚えるんじゃなくて、もう全部ですね、一緒に覚えちゃう。まあ覚えようと思っても覚えられないんですけれども、何回も復習することによって、これまとまって覚えられるようになってくるんですね。もう3回、4回、5回って復習すると覚えてきます。なのでもうまとめて、 何回も勉強するということが重要なんですよね。もう一個一個バラバラにこれ覚えちゃっていたら、もう試験前にどっちだったっけってなっちゃうんですよ。だからまとめて覚えちゃうということですね。覚える意識を持って勉強するということですね。で、メルマガでは無料なので、もうたまにしか効率的な勉強法、えー、具体的にお伝えはやっぱできないんですね。そうなってくるとやはり不十分なんですよ。 なんで、もう次こそ絶対合格したいという方は、えー、個別指導ぜひご検討いただければと思います。えー、個別指導では、えー、効率的な勉強法をどん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 お伝えしますし、こういったところは一緒にこうやって覚えましょうとか、対比して覚えましょうとか、答えはこうやって導くんですよとか、まあ、そういったところまでもうお伝えしておりますので、絶対合格したいという方は、個別指導で学んでいただければと思います。で、問い3ですね。市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し、 果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法4条の許可を受ける必要がある。ルか×かという問題です。答えは、丸ですね。まず、農地法の農地っていうのは、現況で判断しますよね。まあこれポイントです。そして果樹園は農地に該当します。まあこれはもうこのまま覚えていただいていいんですけども、今回山林の土地が、 どのように変わるのかを考えると山林がまず農地に変わります果樹園に変わりますでその後また山林に戻すという流れですよねつまり山林から農地ここについてはここについては4条許可は不要です一方農地から山林こちらについては4条許可必要ですよね農地から農地以外に転用しているので4条許可が必要です できちんと考え方が分かれば答えは導けるはずです。このように論理的に考えることが重要なんですね。個別指導ではこのように論理立てて答えを導く練習も行います。え論理的な思考が苦手な方も宅径レベルであれば大丈夫です。中卒で分数計算もできない受講者様でも合格していただいたぐらいなので、宅径レベルであれば、まあ、ほぼ誰でも合格することは可能です。なんできっちりね、あの論理立てて物事を考えるってことを習慣化していただければと思います。 そして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてくださいこうやって理解するのかこういうことだったのか新たな発見や理解 さらには頭の整理まで行います試験まであまり時間ありませんので今から真の実力をつけていきましょうレトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスのものでした今年絶対合格しましょう